の皆様、こんばんは。明るく元気に爽やかに21世紀最初の純白アイドル、私たちサミューです。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。はい、この番組は毎週木曜日19時から私たちサミューが生放送でエンタメニュースとか、はい、あの CD ランキングの情報とかをわちゃわちゃしながらお届けしていこうという番組なんですけど、はい、その名も週刊わちゃわちゃ通信。わちゃわちゃ通信、はい、略してわちゃ通です。イエーイ。わちゃ通、はい、その MC をねやります。はい、奈良が生んだピカピカ関西娘、やーちゃんこと小林優衣です。はい、そしてあのお手伝いする日直の三ミューのちょこんとよーせーまみりんことのだまみです。よろしくお願いします。はい、ちょっとあの妖精が、はい、あのちょっとお助けということでちょっと不安もありつつ、そうですね、私はちょっとなんか今日ねいっぱいニュース読むって聞いて、そうちょっとドキドキしてるんですけども、はい、頑張りたいと思います。はい、じゃあそれでは早速一つ目のコーナーに行きたいと思います。はい、芸能デスクのエンタメ1週間。はい、毎週私たちが芸能デスクとなって、はい、1週間のエンタメ情報をお伝えしていくんですけど、はい、マミリン準備はいいですか？はい、いいですけど、ちょっとこれルール無視するのやめてもらって。ちょっとメガネ似合わんで、どうしようかな。ヨセさんのメガネレアですよ、皆さん。こう？お、頭良さそう。あ、本当？良さそうなだけな。それではじゃあ1週間のね、11月20日から昨日26日までの1週間の主な芸能ニュースこちらです。やん、どうですか？じゃん、どうですか？おお、おお、なるほどね。たくさんありますね。1週間の情報ですからね。はい、じゃあまず1つ目からいきましょうか。はい、ほい。それでは錦織圭、テニプリ作者イラストに感激、めちゃくちゃ嬉しい。男子テニスの錦織圭選手が20日都内で行われたジャガー F タイプ K 錦織エディション発売記念イベントに出席した。イベントでは錦織選手への少し早いクリスマスプレゼントとして漫画テニスの王子様の作者好見武史氏が同社と錦織選手を描き下ろしたイラスト、ジャガーの王子様を贈呈。小学生の頃からテニプリファンだったという錦織は、うん、むちゃくちゃ嬉しい。あのショットはまだできてないけど、僕のかっこいい車と僕自身もかっこよく描かれていて本当に嬉しいですと顔をほころばせたということです。はい、これ似顔絵すごくないですか？すごい、すごいですね。めっちゃかっこいいよな、車とな。ねえ、ジャガーっていう車ってこと？あ、そういうことなんですね。すごい、あれ似顔絵ってさ、はい、なんかサンミューってさ、うん、絵得意な人ってまあおらんやん。いませんね。あの得意って言ってもちょっと個性的な絵の方じゃないですか？そうちょっとみんなちょっとさ独特すぎてさ、うんうん、なんかね、いいって言っていいかわからんみたいな絵の方が。マミリンのさ絵ってさ、うん、私さあんま見たことないんだけど。そう、私あんま絵描かないようにしてきたんですよね、今まで。そう、描いてみる？はぁ、描きます？描いてみる？しょうがないな。ほら、こんなところにいいところに。え、何の絵を描けばいいですかね？え、やっぱ似顔絵ってきてるから似顔絵でしょ。やーちゃんの？私の。じゃあ、しまみりんの似顔絵。はい。じゃあ、私から描いてみる。あ、なるほど。じゃあ、まみりんのやつはレアなんでね、後で撮っておきます。はい、じゃあ、ちょっと描いとくから。はい。いいよ、喋ってて。喋ってて。いや、どうしよう。私、メガネ大丈夫ですか、皆さん。なんか、メガネ、私似合わないで有名なんですよ、サンミューの中でも。そう？あ、そして今日はですね、服が衣装ではなく私服ということで、ちょっとたまたま白と黒でオセロみたいな感じになっちゃったんですけど、どうですかね。皆さんどんな反応してます？あ、メガネ似合ってるって言ってる。あ、白黒アイドルな、ほうほう。あ、かける。でも、あ、もうかける。ちょっとかけた。かけましたか？うん。じゃあ、やっちゃう。妖精やろ。うーん、悪意ある。あ、ちょっと待って、妖精のステッキ持っといた方がいいよな。うん、そう、間のともちゃん、そうだね、ともちゃんがね、ここにいるんだけど。はい、できた。はい、じゃあど
どうですかね。マミリの似顔絵ドーン。もうやだ。本当に似てないよ。ちょっと猫背感ね。じゃこの猫背感がやっぱりさ、やっぱ野田マリといえばってことですか。そうそうそう。あ、めっちゃ怒られてる。これはひどい。丸刈りってこと。違うよ、丸刈りではないよ。どう。はい、じゃあ、はい、じゃあマミちゃん行こう。はい。やんちゃんの顔でしょ。いやほんまにこれだってマミリンのイラストは本当に皆さんレアなんでね。どう、可愛く描いてな。いいよ。じゃあ私ちょっと最後まで見んとくわ。みんなこけし感って、あ、間違ってないってよ、さっきの絵。本当、似てないことはないってことでしょ。ほら見たことないやろ。そう、仕返しされるかもしれないですね。やだ、絵心ない。ほら、だいたいやってたとか、ほら、やっぱり。そう、どうかな。皆さん、マミリの絵どんな感じだと思います。あ、待って、似てるんちゃうこれ。なんなんその自信。仕返しする絵心もないやって。ちょっと待ってください、誰それ言ったの。うん、かけた。かえ、嘘やろ。あれ、かけました。似てるかも。いきます、せーの、じゃーん。どう、これどうなん。私これ反応に困ってるんやけど、これどうなん、皆さん的にはどうなんですか。あ、美人って書いてる。何その音。じゃあ私的にこの絵に対する微妙だって、こういう感じ。あ、そっか。ちょっとでも、なんとも言い難いって言うけど、でもなんか、うん、セーフみたいな感じやで。あ、よかった。でも私こんな顔か。ね、じゃあ私の方がほらマミリン感は出てるでしょ。そっか、ほら特徴は掴んでるかもしれへんな。そうやろ。くそ、こわ、泣きたか。妖精がくそって出てた。はい、これレアだね。うん、あのイラストコーナーとか違うコーナーになってないけど。はい、じゃあ次のニュースいきますか。はい、はい、じゃあちょっと私が今日ニュースを読むんですけど。あ、そうだね、やーちゃんがちょっと緊張気味で。では行きたいと思います。はい、はい、続いても漫画に関するニュースです。11月20日実写版進撃の巨人配役劇中ビジュアル公開、新キャラ続々。はい、実写映画版進撃の巨人の配役を劇中ビジュアルが20日公開された。主演の三浦春馬をはじめとする出演者の発表以降、ファンの間では誰がどの役を演じるのかなど様々な憶測が飛び交い注目を集めていたが、意外にも映画版新キャラクターが多いことが判明した。あら。で、原作の人気キャラクターであるエレンは三浦、ミカサは水原希子、アルミンは本郷かなた、サシャは桜庭ななみ、ジャンは三浦貴大、ハンジは石原さとみを配役。はい、そして一方で、長谷川博己が人類最強の男、四季島、松尾悟が、慈悲深き豪傑。慈悲深き豪傑、うん、三凪、渡辺修が悲しみの守護聖福士、水崎あやめが勇猛なる母性ヒアナ、武田里奈が愛に生きる本能リル、ピエール滝が嘆きの先導者ソーダ、国村純が闇を滑る者クバルといった新たに生み出されたキャラクターを演じるということですよ。キャラクターがめっちゃ増えたってことやな。しかも出演者さんが豪華、もうとてもとても豪華ですよ ね。でもアニメもねすごい、うん、あのやーちゃん見てました。進撃の巨人はねちょっとかじった、うん、あ、かじった、うん、かじりついてみたけど、うん、結構でもアニメとか好きだもんね。そう、アニメとかのね話とかもよくするんですけど、うん、
なんかマミリン的にはアニメ好きなのとかある？なんかアニメ見る？見ない。好きなのといえばサザエさん。なるほど、アニメやけどあの毎週日曜日のやつ。そうそうそう、なるほどね、かなみたいな。私とかはアニメの話とかよくするんですけど、うん、まあ、今期やったら寄生獣とかも好きなんですけど。あ、寄生獣いいですよ。映画やりますね。そう、そういうの見てるんですけど、うん、そアニメのね、うん、ここでアニメの話ばっかりしてもじゃないですか、うんうん、そうだね、ちょっと、まあ、そういう時は、うん、私がやっているヤーチャンネル、あら、ニコ生ね、出ました。あの、出ました。あれですか、あれあれ誘導の何何、あの、見てくださいっていう宣伝ですか。ここでちょっと宣伝ぶっ、やっぱりこう宣伝ぶっこんどかんとさ。なるほど。なんか私ね、うん、あの、あれなんです皆さん、あの、個人的にずっとやってるニコ生があるんですけど、うん、それがヤーチャンネルっていうニコ生があるんですよ。ヤーチャンネル、皆さんまだ見たことないよって方も絶対たくさんいると思うので、はい、皆さん検索してぜひぜひ、あの、ヤーチャンネル超不定期なんですけど、はい、ぜひぜひね。そう、急に始めるんですけど、うん、コミュニティ参加して通知して見てください、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、ちょっとしっかりしといた。必要 OK です。しっかり宣伝見てくれる方が増えるといいですよね。本当に次会った時にな、めっちゃ増えてるって自分でちょっと。じゃあ1000人ぐらい見てください。ほんまにお願いします。私もそれは嬉しいですよ、うん、お願いします。お願いします。はい、次行きますか。はい、はい、じゃあ続いて、うん、向井治、金中涼子、結婚報道、はい、双方事務所否定せず本人に任せている。かねてより熱愛が伝えられていた俳優の向井治と金中涼子が来月にも結婚すると一部で報じられた。双方の事務所属事務所は21日、結婚を否定も肯定もせず、いい大人なのでプライベートは本人に任せていますとコメントした。はい、2人は2012年1月期のフジテレビ系ドラマハングリーで共演、同年末には焼肉デートが女性誌で報じられていた、うん、ということです。はい、なるほどね。なるほど。いや、いいですね。いいじゃないですか。え、あれ芸、え、男性芸能人の1位2位が第1位で結婚、はいはい、ああ、なるほど。あ、そっか、最近ね、うん、あれ結婚された方が続出。そうですね。わー、いいですね。いいですねとか言っちゃって。いいですね。ね、まだ私たちにはほど遠いですけど。遠いですけどもね。いいですね。うん、ね、あ、そうなんや。3位では、はい、3位は福山雅治さん。あ、結婚したい男性芸能人3位。そうそうそう。1位2位が結婚で。うん、なるほど。西島さんに続いて。そうですね。3位は福山雅治さん。お、わ、なるほど。皆さんちょっと、あの、街中の女性たちは、はぁ、結婚みたいなこと、ね、結婚しちゃうのみたいなことやんな、きっと。そうだね。うわぁ、いいね。なんか、私もそんなん言われた。いつかね。やっちゃん結婚しちゃうのみたいな。え、初の結婚すんのとか言われてるみたい。ね、皆さ ん, なん、そんな日が来るそんな日が来るでしょうか、私たちに。ね。はい、そして、うん、じゃあ次のニュースいきましょうか。はい。はい。はい、向井さんの話題がもう一つあります。はい。はい、11月21日第6回男性が選ぶなりたい顔ランキング、向井治が初の首位ジョン。はい、はい、そして美容に関心を持つ男性が増えていると言われている昨今、はいはい、オリコンスタイルでは女性版に続き恒例企画、うん、第6回男性が選ぶなりたい顔ランキングを発表。昨年5連覇を達成し殿堂入りを果たした福山雅治に代わり、今年8月に調査した理想の美肌ランキング男性編でも1位を獲得した向井治が首位に輝いた。なるほど。ダダン。そう、なるほど。すごくね、なりたい顔ランキング、これ男性版、あの、先週ね、女性版で紹介したんですけど、うんうん、はいはいはい、これですね。1位が向井さん、はい、2位が阿部寛さん、阿部さん、そう、そして3位が木村拓哉さん、はい、いや、それはなりたいわね。そうですよね。なりたいですよね。そういいですね。み、あの、何全然ちゃう人の名前呼びかけてマミリン。なんかしたけどみっちゃんって呼びかけた。意味わかんない。はい、あの、マミリン的には、うん、なんかさ、なりたい顔みたいなの、こういう女優さんとかだったりとか、うーん、こういう顔になりたいなみたいな。こういう顔になりたい。あの、私堀北真希さんが好きなんですけど、うんうん、堀北真希さんにもなりたい。あ、ほら皆さん堀北真希さんなりたい、なりたいんですけども、うん、最近私石原さとみさんの顔にもなりたいなって思い始めたんですよ、ね、なんか可愛いし綺麗よな。そう、そうな
なんですよ。確かにいいですね。やーちゃんは私私そうね、いやーいやーそうか人間やないとあかん。どうぞどうぞどうぞ。いやあのやっぱりもうみんなに愛される、うん、初音ミクね、可愛すぎるじゃないですか。はい、あのツインテールが似合うんですよ。はいはい、いやなりたいですよ、あのツインテールが似合う子に。わかりました、以上です。以上ですか。え、あれはマミリンの顔の、はい、今のね、うん、顔のチャームポイントは、ここ押してますみたいな。チャームポイント、顔、猫背以外の顔、目、何が、目が、目の形。ああなるほどね、かわいい、ね、何が、あ、なんかアーモンド型って言われたことはあります。初めて聞いた、アーモンド型の目。なるほど、確かに可愛い目って多いですね。あった、ありがとうございます。いいですね。アーモンドアイズ、アーモンドアイズ、ストロベリーアイズいるから。いやそうか、アーモンドアイズ、アーモンドアイズって言ってる。そうだね。はい、お願いします。はい、じゃあそれではここで、はい、突然なんですけども、はい、突然気になるニュースキーワードということで、はいはいはい、ここでは最近の話題のキーワードをピックアップして、うん、ニュースを通じて世の中のことを勉強しようっていうコーナーが、ね、新たにできたんですけど、身動きが大きいですが、そうなんですよ、やっぱ手が長い分ちょっと危ない危険性を伴うんですけど、手がうるさいって書かれてる。そうなんです。手も顔もうるさいんですけど。はい、ということで早速今回のキーワードはこちらです。はい、じゃじゃん。あ、私もこれ初めて今ね渡されたんですけど、ポップオーバー、ポップオーバー、ポップオーバー、何ポップオーバーって。これを二人で考えるんです。あ、ポップコーンって書いてる。ポップコーンではないと思うで。え、ポップコーンですか。ポップコーン、ポップコーン、ポップオーバーってことはなんかそれを食べ物、ポップ、どういうこと、どういう食べ物、なんかポップな感じ。あ、ポップコーンってこと、ポップコーンみたいな食べ物かなみたいな。ポップオーバー、え、何やろう。え、これは何、今話題のキーワード、話題、知ってる方います。あ、やっぱ知ってるって。あ、し、うんって書いてる。音楽、服装、ボブサップではないかもしれない。全然違う。サップさんじゃないかな。パンケーキの次に来るって書いてる。え、やっぱりそういうこと。ポップコーン、食べ物か。じゃあポップコーンと何か、あ、一緒になってんじゃない。ああ、ポップオーバー、ポップ、皆さん知ってます、教えて、みんな教えてください。なんだろう、ポップオーバー、食べ物っぽいよね。でもみんな微妙な、あ、ポップコーンにいろいろ味がついてるやつじゃない。そうなの。そうなんかな、やばりやな。それ昨日食ったわ。やっぱ食べ物だよ。食べ物なの。え、ポップコーンに、あ、ポップコーンが溢れるぐらい入ってるとか。オーバーに入ってる。とりあえず大量のポップコーンみたいな。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー？じゃあポップコーンの進化系みたいな食べ物。塩。そうしよう。やんわり。じゃあポップコーン系のイメージやね、私たちからすると。そうです。そのニュース、こちらですね。はい、まみちゃん呼んでくれる？はい、わかりました。パンケーキの次に来るのは？ポップオーバーに注目。パンケーキやポップコーン、ポップコーン人気が一段落し、はい、次に来るブームが気になるところ、うん、目まぐるしさ、さまざまなスイーツが登場している中、はい、シュークリームのような見た目で食感はデニッシュというポップオーバーに注目が集まっている。パンケーキ同様にトッピング次第でスイーツにも食事にもなるなど、食べ方のバリエーションが豊富なのも人気の秘密と言えそうだ。ほう、パンケーキに始まり、カップケーキ、クロワッサンドーナツなど、アメリカで人気のスイーツが日本でも話題になる昨今、アメリカに目を向けてみると、アメリカに目を向けてみると、LA セレブに人気のエッグスラットやポップオーバーが朝食の新定番になりつつあるという。中でもポップオーバーは、外はサクサクで中はもっちりという日本人が大好きな食感の組み合わせだそう。いいですね。え、見て、めっちゃ美味しそうだね。あ、すごい、食べたい。デニーズで発売されるって。あ、さっきそこにデニーズって出てきて、そうそうそう。ああ、やっぱみんな言ってたの、あれ正しかったよな。そう、お手軽に食べれそう。
いいですね、食べたい食べたい。パンケーキの次、パンケーキの次、パンケーキとポップコーンの人気の次、次ですって。皆さん食べましょうね、一緒に。もう食べた人いたってよ。あ、そっかそっか、昨日食べたって。写真アップちょっと見せましょう。はい、じゃじゃん、ね、で見える、めっちゃ美味しそうじゃない。でファミレスで食べられるってね。ね、じゃあマミちゃん食べに行こうか。食べに行こうね。でもう一つね、めっちゃ美味しそうやで、うん、だっけ、外はさっくり、中はもっちり、いいですね、これは。いや女の子でもたまらんけど、このさ、下のこのさ、和風な感じのやつ食べた。和風がいいね。なんて言うんだろう、あんこと白玉と、そうそうそう、いや、いいですね。いいね、食べたい食べよう、食べたい食べたい、ね、これいいですね。いやちょっとなんかちょっとね、ちょっとお腹空いてきたな若干 ね、皆さんもぜひ食べてみてください。はい、そしてじゃあ続いていきたいと思います。はい、続いては11月22日、広末涼子、観客のサプライズに感涙、頑張った甲斐がありました。はい、女優の広末涼子が22日都内で映画思い残し、初日舞台挨拶に出席出席舞台挨拶に出席、はい、はい、映画を届けてくれたキャストたちへの贈り物として500名の観客からサプライズでありがとうと感謝を伝えられると嬉しいです、頑張った甲斐がありましたと涙した。劇中でポールダンスにも挑戦した広末は、みんなであざだらけになってポールダンスを頑張ってお正月を返上して練習した去年の冬を思い出しますと解雇、その苦労を乗り越えて初日を迎えたこともあり、観客のサプライズに感想を求められると感動です、私は話さなくて大丈夫です、大丈夫なのでと言葉に詰まっていた。ーポールダンスすごい。でもこの映画ちょっと見てみたい、思い残し、そう、ちょっとね見てみたいなと思う。すごいな。今マスオさんみたいになった今マスオさん、なんか無意識のマスオさんみたいになってしまったそうそう、すごくポールダンスってすごくない、恒例ですよね。そうだね、この棒のこういうやつやったね。あのね、絶対大変ですよね。あれ筋力が必要なの。あとなんか摩擦とかでめっちゃ痛そうじゃないですか。いやでもさ、そうやって頑張ってさ、そうですね、うん、そうやってなんか皆さんにサプライズしてもらってさ、うん、なんかいいね、なんか頑張った甲斐がありましたって、ね、うん、そうですよね、いいね、ね、いいですね。なんかさ、サプライズとかってさ、うん、なんか参入、うん、になってからとかファンの方とかがさ、でもあれですよ、あのともきょんに顔面ケーキをした、あ、サプライズ、私たちからのサプライズ、ね、私たちからのサプライズでともきょんに顔面ケーキをしたっていう、ともきょんの誕生日の日に、うん、みんなでこうお祝いしようということで、最後 MV の撮影の日だったので、最後の最後で、うん、ね、海に投げ落としてあの顔面ケーキして、うもう一回やらってこいって海に落とすっていうあのサプライズをしたんですけど、うんうん、あれも楽しかったよな。でもともきょんも喜んでたよな、うん、きっといい思い出になりました、ね、そうでもサンミューのみんながファンの方がさ、ライブの時とかにさ、うん、ワンマンライブの時とかに、なんかサイリウムを ね、 そうね、なんかみんな同じ色にして、そう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 、なんかアンコールの時に振ってくれてたりとか、そう、めっちゃ綺麗だった。いやでもあれはちょっと感動したよな。感動した。泣きそうになったけど、もう皆様ありがとうみたいな、ね、なんかいつもなんか私たちより上を皆さんが来てね、うん、すごい感動されます。そうです、させられます、されますよね、させられました、感動されます。皆さんにはいつも他人事そうそう、皆さん本当にいつもね、うん、感謝ですね。そうです、はい、いいですね。ありがとうございます。じゃあサプライズね、うん、私たちまたちょっと考えつつ、考えつつワンマンライブもあるので、はい、私1月17日に双月ホールでワンマンライブもあるので、皆様ぜひね遊びに来てください。待ってます。はい、そして次のニュースいきましょう。はい、続いてはイルミネーションの話題が2つあります。はい、じゃじゃじゃん、はい、青色も初実施、目黒川沿いにブルー&ピンクの艶やかなイルミ。桜の名所として人気の高い中目黒の目黒川沿いで22日初のイルミネーション、中目黒青の洞窟の点灯式が行われた。今年初めて開催される中目黒のイルミネーションは
イタリアの名所である青の洞窟をイメージしたもの。往復 1km の木々には約40万球の青色 LDT を LED を設置。ブルーの光が水面に映り、幻想的な世界を作り出している。点灯は午後5時から9時までということです。めっちゃ綺麗で、うわすごい。青の洞窟、あの青の洞窟、あのイタリアの、知ってる？知ってるんです。私中学校の時に、なんかパンフレットあるじゃないですか、旅行会社の。それでイタリアのパンフレットを見た時に、あの青の洞窟の写真を見て、こうイタリアのは洞窟？洞窟、あの水が、洞窟の中に水があるんだけど、火によって、日光によって色が変わるって言って、水色みたいな、エメラルドみたいな。なんかめっちゃ詳しい人多い。それを一生に一度は見たいスポット、私が行きたいスポット。それを再現したのかな、これ。青いイルミネーションのね。そう。これ、どこやっけ、中目黒。中目黒の、中目黒。目黒川沿い。いや、行きたいですね、これ。やっぱり冬になるとイルミネーションがね、やっぱ街中広がってるので。ちょっと歌詞に沿って進んでる。発言をするようにと歌詞にちょっと。が分かってしまったな。はい、そうなんですよ。じゃあそれではもう一つ、イルミネーションの話題なんですけど、11月23日、102年前の遺構、階段を初ライティング、マーチエキューと神田万世橋。はい。商業施設、マーチエキューと神田万世橋は22日冬季限定のイルミネーション「ザ・ストーリー・オブ・ザ・ライツ」をスタートさせた。1912年明治45年に開業した旧万世橋駅の鉄道遺構リノベーションし、2013年9月にオープンした同施設。今年は102年前の開業時から残る1912階段にも初めてライトアップを実施、1935年、昭和10年に、設置された1935階段上部の天井と側面には雪をイメージしたロマンチックなライティングを施している。おで、これですかね。すごい、これすごくない？ねえ、どうやってやってる？これ階段、1935階段、5段ってこと？1930、おお、結構な、何階分？結構すごい。1935階段、分。すごい。どういうこと？何階あるんだ？1905階、いいんだけど。5段。なるほど、そんだけ段差があるってことじゃないんだ。1935年の階段。わかります。わかる。すごいですよね。なるほどね、すごい。でも見てこれね、このすごいですよね、天井。これめっちゃ綺麗じゃない？綺麗。いいな、イルミネーション。すごい、何でもイルミネーションにできるってすごい。階段イルミネーションにしちゃったもんね。そういう発想が出てこなかったな。なんかさ、イメージ的には外とかさ、なんかそのさっきみたいなこの木にとかやけど、いいですね、中でのね、イルミネーション。階段。階段。行ってみて。登れるのかな。登れるんじゃない？おお。いや、分からへん。じゃあ登ってみてもいいかもしれない。登りに行けるのは登りたいですね。神田万世橋ビル。なるほど。ロマンチックなライティングですって。行きたいですね。ロマンチック、カップルの皆さんぜひ行ってください。行ってください。階段登りながらね。いいね。いいね。なんか冬ですね。冬になってきました。なんか。いいね、いいね。初雪のシンフォニーが聴きたくなってきた。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、次は、e-girls 宙を舞うバイクに驚き。 e-girls が24日モトクロスバイク、BMX、スケボーなどを使ってアクロバティックな技を見せるスポーツエンターテインメントナイトロサーカスライブのスペシャルサポーターに就任し、都内で行われたイベントに出演した。次々と宙を舞うバイクのパフォーマンスを目の当たりにしたリーダーの綾、須田アンナ、
佐藤晴美は大興奮。手とか足とかを離してバイクは重くないんですかと驚きを隠せない様子だった、確かにということです。確かにバイクねえすごくない？見た？見ました。あれどういうこと？どういうこと？すごいね。あんなバイクって飛ぶの？すごいよね。見てこの写真、見て、体とバイクが離れてるってことだよね。これ一回こう離れるけど戻るってこと？ああ燃えるで。燃えるね。すえこわっ、どういうこと？皆さん見たかな？なんだろう、手離して体元にバイクに。だってもうだってこうやったもん、バイクとバイクに体戻れるってすごいね。いや私は絶対できへん。私も怖くてできないや。怖いね。それはちょっとさ、こっちもさ、見てる方もハッってなるよな。うん、外れた、ハッハッハッ。でも一瞬やねんな。そうね、すごいな、やればできるわ。それちょっと難しい話です。厳しいね、これすごいですね。すごい、それはびっくりもするわよね。誰なん誰目線でびっくりもするわよね。うん、じゃあ次のゲスト行きたいと思います。はい、はい、行きます。11月24日、よしき、年齢は X です。ハローキティと X ポーズ披露。 X ジャパンのよしきが24日、東京サンリオピューロランドサンリオピューロランドでイベントよしきミーツハローキティを行い、パレードに特別出演。ゴンドラに乗って登場し、ハローキティ40周年を祝って書き下ろした公式テーマソング、うん、ハローハローを日本で初公開した。今月20日に誕生日を迎えたよしきは、ファンやハローキティから祝福され、うん、ありがとうございます、年齢はキティよりもちょっと年上ですが年齢は X ですと照れ笑い、うん、退場前には別れを惜しんだファンからウィアー X コールがあるとキティも一緒に指先で X ポーズを作って答えていた。あ、かわいい。ああ、これか写真ね、皆さん見えますか？キティちゃんも X ポーズ、かわいい。キティちゃん X、 年齢は X。 年齢は X です。私もじゃあ次から言おう。そうしよう。何歳ですか？ X です。まだ別に X じゃなくてもよくない？そうそう、うん、ですって。でもサンリオってさ、うん、いっぱいキャラクターいますよね。で、見たことある？見たことある？あのキャラクター表みたいな。ない。すごいね。すごいな。すごいんやで、ほんまに。なんかさ、なんかちっちゃい時ってサンリオのグッズとかってさ、うん、もう普通に持ってたやん。持ってた。シナモンがいて、シナモンは今も持ってるやろ？そう、持ってる。家に3体ぐらいいるね、シナモン人形。こんなでっかいの、こんなでそんなでかくなかったけど、シナモンね。そう、うん、ケロケロケロッピとかね、キキララとか、うんうんうん、私はあのバツマルくんが好きだったんですけど、あ、覚えてる？なんか黒のバットバツマルくんやったっけ、うんうん、とかポムポムプリン、ポムポムプリンかわいい、ポムポムプリン、コロコロクリリン、コロコロクリリン、あとはハンギョドンって知ってる？知ってる？皆さん、ハンギョドンって、ハンギョドン、ハンギョドンやったっけ、なんかそんな名前の。夏いって書いてある。あ、知ってる、ほら知ってる。あれがね、私好きだったんです。なんか可愛くない？は？何？どんなやつ？あ、魚のやつ？そう、魚のね。なんかおんねん。多分見たら絶対わかる。おぉ。ハンギョドン。で、今はね。あ、言っていいの？キリミちゃん。キリミちゃん、今キリミちゃん来てる。キリミちゃんね。ね。皆さん、間違っても刺身ちゃんじゃないんで。さっきやーちゃん楽屋で刺身ちゃんって言ったんですよ。刺身ちゃんやと思ったら、なんかみんなの反応おかしくて、調べたらキリミちゃんでした。キリミちゃんね、はい。そうそう、サーモン。そう、サーモン。サーモン、サーモン。うん、で、あの、あれ、グデ玉。そう、今人気のね、スタンプもいっぱいのグデ玉。持ってるね。持ってる？持ってる。持ってる。持ってる。あの、T シャツも持ってる。え、グデタマ、すごい、ファンじゃん。もうもうファンやで。だってめっちゃ可愛いんやで。何でもめんどくさいんやで。卵、そうやな、卵めっちゃめんどくさがりの卵なんですけど、うんうん、ぜひ皆さんもなんか、はい、でもさ、新しいのとかさ、ずっとどんどん増えてるやんか、うん、また見てお気に入りを見つけてください皆さん、はい、はい、おすすめはグデタマです。
じゃあ次行ってみますか。はい、はい、シーズン到来、山下達郎クリスマスイブが182位から28位に。お、山下達郎のクリスマスイブサーティスアニバーサリーエディションが12月1日付週間ランシングルランキングで前週の182位から28位へと急上昇した。これは婦人でシンガーソングライターの竹内まりやが歌うザ・クリスマスソングから山下が歌う Have Yourself a Merry Little Christmas につなぐクリスマスソングメドレーを追加収録した2014年限定バージョンが発売されたことによるもの。クリスマスシーズン到来を告げる動向となった、はい、ということです。はい、かわいいリス、本当にいいですね。クリスマスか、クリスマスソングってもうハロウィン終わった後からね、すぐ流れてますね。82ね、まあ、ハロウィンのかぼちゃが終わったと思ったら、あんだけハロウィン盛り上がってたのに、ツリーがまた現れてね、終わったらすぐクリスマス、みんな早いね、もう気が早いね、みんなでももう今はもう気が早い時期じゃないから ね、でもクリスマスももうすぐですね。ね、そう、いやーやだー、なんか今年も終わるって感じ。いいですね、でもね、楽しみですね。楽しみ、サンタさん来るかしら。サンタさん待ってます、お待ちしてます、サンタさん、はい、でもさ、クリスマスはさ、うん、ちっちゃい時ってさ、もう楽しみでしょうがないよ。楽しみでしょうがない。なんかさ、手紙とか書かなかった？書いた、サンタさんに手紙書いた。これが定番の手紙、なんか返ってきた返事、帰ってこへんかった寂しい、帰ってこなかったんだよ。そう、悲しいな。そう、でも私はちゃんと帰ってきたよ。おなんかね、うん、私サンタさんめっちゃ長い、いつまであれやった、中学校ぐらいまでずっと信じてたかな、サンタさん。私と一緒のタイプの人なんですね。そうじゃ、私も中学生中1の時に知って、マジで泣きそうになった、うんうん、そうだよね、マジで泣いちゃったわ。マジでちょっと、あのなんか私が知ったきっかけは、うん、なんかお母さんにふざけ、もう中学生やからさ、うん、そういう年や、うん、なんか、え、サンタさんとか嬉しいみたいな年やから、で、なんかお母さんに、なんかお母さんがサンタさんだよなって言う、何それ、なんか信じてたんやろね。でもポロッと強がって言っちゃって、周りの友達がさ、そう違う、サンタさんはお母さんやでんでみたいな言うやん、言うから、だからこっちもさ、ちょっとさ強気になってさ、サンタさんやって分かってるけど、うん、お母さんに、お母さんがサンタさんだよろって言ったら、はぁ、あ、やっと分かったかマジでその時にさほんまなのみたいな、今そうだった、すごい、ね、すごいこの心にグサッとくるね、あの言葉、なんかね、うん、あれ悲しいよな、さらっと言われてみたまに、え、ママがサンタさんならやろう、正直に言って、え、そうやでやっぱある程度年くるとさらっと言われるんやで、そう、ちょっとショックやったな。いいですね、なんか思い出、なんか今やから笑えるでな、そう、なんかちょっと、あの時はガチで泣いた、私もガチで泣いた、今までなんか騙されてたんやみたいな、いだって朝起きてプレゼントあったら、わーってママサンタさんがってなってたよね、なったよ、やのに、やのにって手紙まで返ってきてたでもそれ知って、うん、手紙見た時に、うわ、ほんまやと思ってお母さんの字やと思ってっていう、それ悲しいね、悲しい、でも楽しい思い出だったんですけど、今年はセニャンの誕生日、あ、そうだ、あるんです、ね、クリスマスが誕生日なんです、12月25がセニャンの誕生日、うん、聖なる日に生まれたからセナって名前なんです。そうなんですよ、だから今年はみんなでパーティーかな、お、したい、しましょう、とりあえず食べ物を与える、そうですね、甘いものをたくさん買おう、甘いもの、しょっぱいもの、なんかいろいろ与えちゃえば全部プレゼントになっちゃう、うん、そうですね、うん、まあ、そんな感じですか、はい、じゃあ次続いていきましょう、はい、はい、続いてのニュースです。11月25日千と千尋の神隠し視聴率 19.6% 根強い人気証明、はい、21日に日本テレビ系金曜ロードショーで放送されたジブリ映画、千と千尋の神隠しの平均視聴率が 19.6% だったことが25日分かった。同 19.2% を記録した2012年7月6日以来2年ぶりの、2年ぶり7回目の放送で 0.4 ポイントアップさせるなど人気は健全。10時またぎとなる午後9時56分には最高視聴率
24.8% に上った。だってよ。私めっちゃ好きです千と千尋。私もめっちゃ好き。もうジブリもダントツ好き。ジブリダントツ。ダントツ好きね。本当白がね。いやーやばい。白のあの優しさで。私恋したもんね。あでももう白に恋した。本当に。だってさ知ってる皆さん見たことあります白。食べな。お食べやろ。お食べか。食べな。なんかちょっとぶっきらぼうやな。お食べか。お食べ。私もだっておにぎり作った時お食べって言われたかったでももうね白ねいいよね。あマミーも二次元いけるやんって。いや二次元はちょっと行き過ぎですよ。いや白はもう二次元とかじゃない白はもう白はもう白です。だってあのもう何とも言われへんあの恋、ね、恋、うん、あの帰る時にさ振り向いたらあかんって言われるやん。その関西弁ではないけどさ振り向いたらあかんってなんか振り向かないでみたいな。なんかもうしかもラジオやったら振り向こうって思いながら竜になって戦う血だらけになって戦わせる姿もうってなっちゃう。バタバタってなってくるってなっちゃう。やばい興奮しちゃうね。興奮するね。もうさジブリやったらさ定番のトトロとかさ、トトロね、ジブリといえばトトロ。トトロだね。隣のそう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 それなんで歌ってくれてんだよこれ。そうそれそれそで、あとはハウルの動く城。ああ見たことある？ないですマジあれないんですよね。あれ何が見たことある？私が見たことあるのはあの千と千尋の神隠しと、うん、あのポニョとポニョアリエッティの3つ。最近やな。え3つしかないの逆に。そう3つしか見たことないんですよ私。嘘。そう最近なんやな意外と。じゃあそうそう最近に目覚めたのかな。ほらみんなえって。そう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 なんですよね。あとはナウシカ。あナウシカとか、うん、あとはなんだ魔女の宅急便ってジブリ。あそう見たことないの魔女の宅急便。ないんだ、ね、もう損してる。そう見やなあかんってあれは。見やなあかんかラピュタとかね。うんうん、うん、いやこれじゃあちょっと皆さんちょっとマミリンにおすすめ教えてあげてください。教えてくださいね。マミリン見て。見ます見ます。ジブリほんまにいいから。そうだよね。もののけ。もあ姫。もののけ。そうすごいね。ああ。ほんまに見る気ある？じゃあ見ますね。うん。今度見てみたい。じゃあ順番にね。私、うん、もうちょっとあのジブリの世界に引き込んでいこうと思うので。はい。はい。って感じですかね。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。うん。続いて。うん。紅白出場歌手決定。初出場は V6 HKT48 薬師丸ら5組。 NHK は26日大晦日恒例の第65回 NHK 紅白歌合戦の出場歌手を発表した。初出場は赤組は HKT48 明治薬師丸ひろ子、白組は V6 世界の終わりの計5組。企画コーナーに出演するキングクリームソーダ、ドリームファイブ、妖怪ウォッチのジバニャンも駆けつけた、うん、仕事の都合で中継で会見に参加した HKT48 の指原莉乃はライバルは V6 さんです頑張りますと宣戦布告。会場の V6 はイエーイと拳を突き上げて応じた。また1981年11月に歌手デビューし33年で初出場する薬師丸は会見を欠席、感謝の気持ちを込めて歌います、皆様に届きますようにとのメッセージを総合司会の宇藤由美子アナウンサーが代読した。赤組司会は連続テレビ小説、うん、花子とアンのヒロインを演じた吉高由里子。白組司会は嵐が5年連続で務めるということです。そっか、あ、これ出場回数。あ、なるほど。これ初って人が初だよね。あ、そういうことですね。そうなんや。そっか。赤組が女性アーティスト で白組がそう男性アーティストです ね。いやー私たち呼ばれてないけど。まだ呼ばれまだ出れないですね。まだ赤組には入らない。まだ入れないですね。頑張ろう。そう頑張りたいと思う。いつか出れるように、ね。いつかね。はい。でもなんか毎年見てる？見てる。見てる見てる見てる。なんかいつもさなんか楽しみにしてる人とかいる？あーでもどうだろう。今年は楽しみな方とか誰だろう。
あ、でもアイドルの方がたくさん出ますね。 HKT48 さん、ほんとだ、ここ全部、ここ全部48、すごいすごいね。あとは、あとはでもね、西野カナさんとかね、ああああすごい、私曲好きですよ。うんうん、セニアミワさん好きですね。そうだね。あとは男性でもたくさん、世界の終わりさん初なんですね。ね、初めてなのね。あと V6 さんも、あ、本当だね。そうそう、そうだね、すごい楽しみですね。楽しみですね。今年も楽しみに見たいと思います。はいはい、じゃあそれでは次いきましょうか。はい、次が最後かな。最後のニュースです。はい、11月26日水重さゆみ、モームス、涙の卒業、私にできる最後の恩返しです。モーニング娘。14のリーダー道重さゆみが26日横浜アリーナで開催されたモーニング娘。14コンサートツアー秋 Give Me More Love、道重さゆみ卒業記念スペシャル最終公演をもってグループおよびハロープロジェクトを卒業した。6期メンバーとして2003年1月に加入し、在籍期間は歴代最長の12年、1万2000人で満員の会場を見渡すと、今までよく後輩たちに見せたい景色があるって言ってきましたが、私はこの景色を見せたかったんです。これが私にできる最後の恩返しですと目を潤ませた。はい、そうですね、私もこのライブビューイングを見に行きたかったんですけど、はい、ね、言ってたもんね。昨日ちょっとで用事が入ってしまって行けなかったんですけど、めっちゃ衣装が可愛いね。めっちゃ可愛いですよね、これお花、お花のドレス。皆さん見に行ったよって方いますかね。じゃん、すごいですよね。私もちょっと生で見てみたかったな。あーね、あ、でも見に行った方もいるって、お、いるよって。あ、でも結構いる、やっぱり。だって即完売だったらしいですよ、ライブも。あ、ビューイング行ったよって、ライブビューイング。あ、いいな、すごいね。いや、あ、あら、お、すごい、こんなファイルあるんですか。これ誰が、え、欲しい。え、これ、え、道しげ終了、道しげ裏、再生違うで。あれ、おお。すごくない？今日で燃え尽きました。またいつの日か。いや、これかっこいいな。ね、でもすごいね、12年。12年、12年ってことは私たちが6歳。6歳だ。の時に入って。うん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 。すごく、12年ってすごくない？でもさ、ちょうどさ、6歳ぐらいの時って、まあ、うんうん、年長とか、うんうん、まあ、1年小学校1年生ぐらいか、うんうん、もう超モーニングすげえ、そう、モーニング娘。のもうすごいすごい時でしたね、すごい時やんか、もうザーみたいな時やんか、もうザーみたいな時やんか。でもだから私たちもさ、すごい好きやった。すごい好きだったんです、私。みんな突っ込まんといてやったんだことに。そう、むすぎむすぎってびっくりするやった。だってな、すごいびっくりした、自分でちょっと言う。そうそう、私はあれ、あのモーニング娘さんも好きやったけれど、うん、ミニモニがね、あー好きでしたよ、ね、すごいですよね、すごかったですよね。あとはあのトットコハム太郎と、うんうん、あの一緒になって、うん、ハムチャンズ、あ、懐かしい、あのめっちゃ懐かしい、はい、ミニハムズ、うん、だったかな。なんかもう映画見に行ったもんね。え、そうなんや。ハム太郎の映画にちょっと、あ、下敷きとか持ってたし、全部全部全部持ってた、もう全部ミニモニ、うん、私はあのプッチモニの市井紗友香さんがすごい好きで、ずっと歌を歌ってたんですよ。カラオケとか行って歌ってたの。そう、カラオケとか行ってめっちゃ歌ってたんですよね。いや、もうだってもうあんなもう超こんなんやんな、もう超みんながもうみんなファンみたいな。そう、知らん人おらんって感じだったもんね。そうなんですよ。そうそう、私はちなみに辻ちゃんとかごちゃんが好きでしたね。おー、なんかミニモニといえばの中で、うん、そうですよね、私的には好きでしたね。ちなみに今のモーニング娘。ワンホーさんだと、はいはい、私は工藤遥香さんが好きです。もう好きやもんね、工藤ちゃんがすごく好きです。はい、それではもうニュースは以上です。あら、早い、はい、以上芸能デスクのエンタメ1週間でした。えいえい。オリコン CD シングルランキング。
されたシングルの週間ランキングを紹介していきたいと思います。はい、はい、それでは10位からちょっと待ってね、はいはい、長かった、待ち待ち待ちがありますね。はい、はい、それでは第10位からいきたいと思います。はい、第10位カラフィナで Believe。 あ、間違えた。はい、そして第9位エゴイストでフォールン。あ、ちょっと、え、ちょっとタイミング分かんない。第8位、はい、リキューでアマテラス。キリュウ、あ、キリュウキリュウでアマテラス、すいません。はい、第7位ハピネスでシークアライト。第6位インフィニット F で恋のサイン。そして第5位防弾少年団のデンジャージャパニーズバージョン。第4位はキュートで I miss you the future。 そして第3位エグザイルトライブで The Revolution。 そして第2位はミスターチルドレンで足音 Be Strong。 そして第1位はセクシーゾーンで君に一目惚れ。はい、ということで、はい、あのオリコン週刊支持シングルランキングなんですけど、はいはい、うん、1位のねセクシーゾーンさんは、うんうん、初登場首位で、うん、デビュー以来、はい、8作連続の1位。おー、8作連続やで、ね、8作すごいね。はっ、すごくない？だって出してるやつ全部1位ってこと、ね、全部1位。そうね、いやすごいね。まあね、まあでも同じレーベル会社の先輩ということで、うん、すごいですよ ね、 私たちもいつかねその8作連続できてるのをねボーンっていけるぐらいね、はい、頑張りたいと思います。はい、ちなみに私たちのこのね、はい、初雪のシンフォニ ー、 シンフォニー、あ、けん玉が初雪のシンフォニーなんですけど、初登場18位でした。えい、はい、はい、18位ですよ。18位。なんかね、あの前作よりもランキングは、うん、まあ、ちょっと落ちてしまったんですけど、うん、今回ね、いろんなね、うん、地方とかいろいろ行かせてもらって、うん、やっぱりね、たくさんの、ね、本当にたくさんの方にお届けできたんじゃないかなと思います。うん、よかったですね。よかった。でもまだまだ上には上がいるということで、まだまだ上がいる、まだまだ頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。お願いします。はい、って感じかな。はい、めっちゃみんなパチパチしてくれた。ありがとうございます。そうそう、頑張ろう、頑張りたい、頑張ろう、頑張ろう。はい、それでは、はい、ここで速報ですね。はい、はい、あの本日集計された CD デイリーランキングを発表していきたいと思います。はい、はい、それではじゃあ第10位からいきましょうか。はい、よいしょ、じゃじゃん、いけます。はい、ここからね。はい、はい、いいよ、私、うん、第10位ベイビーレイズでココタイガー。トラトラじゃない？え、ココタイガーです。ここトラトラ、トラトラ、トラトラタイガー、ココタイガー。違う、トラトラタイガー、トラトラタイガー、ほらトラトラって、ほら、ごめんなさい、ベイビーレイズの人もごめんなさい。レンちゃんごめんね、あ、リコピンごめんね。はい、じゃあ気を取り直して第9位七森中、七森中娯楽部アフタースクールデイズ。はい、そして第8位大原さくら子でサンキュー。はい、そして第7位ミスターチルドレンで足音ビーストロング。そして第6位カナブンでシルエット。はい、そして第5位はフロングラングランドロデオ、グランドロデオで、セブン、セブン、セブン。はい、そして第4位イーガールズでミスタースノームン。そして第3位は電波組インクでデンパリーナイト。はい、そして第2位、え、これはリル・ホワイト・ソノダ、あ、ソノダ・海、三森すず子、星空凛の東東条のぞみ、楠田愛菜、うん、フロム・ミューズ。
で秋のあなたの空トーク、はい、そして第1話 AKB48 で希望的リフレイン、はい、はい、ということで、ですね、はい、速報なんでね、ボロボロですね、すいません、はい、でもいいですね、なんかミューズが入ってましたね、ミューズ聞いてます、あと電波組インクさんの電波リーナイトもね、はい、聞きますよ、皆さんも聞いてるんじゃないですか、いろいろこの中にね、うん、入ってるんじゃないでしょうか、はい、それでは以上 CD… え、間違えた、それでは以上オリコン CD シングルランキングでした、おい、わちゃつーこーきー、イエイはい、4回目のわちゃつーなんですけど、はい、あのもうそろそろ終わりなんですよ、うん、もう終わりなんですよ、早いですね、早いね、あっという間、ありがとうございます、ちょっとグダグダしちゃったもんですが、もんですが、はい、でも今までで登場してきた3人の中で一番、え、本当ですか、 あの皆さんここで情報なんですけど、いいです、その情報はやめてください、マミリン実はもともとね、あのアナウンサーをねちょっと目指してた時期が、違う、これはあのですよ、なんかそんな否定的、あれですよ、あの一時期って言っても、どうしようって、ありがとうございます、あのでも3ヶ月ぐらい思った夢、ちょっと頭が弱いから無理だなと思ってやめた、諦めた夢なんですよね、なるほどね、でもみんな上手ってめっちゃ書いてくれてたよ、ありがとうございます、はい、じゃあそれではじゃあ、はい、あの3人のお知らせに行きたいと思います、はい、じゃん、はい、私たちのニューシングル初雪のシンフォニーが発売中です、皆さんぜひチェックしてみてください、そしてたくさん聴いてください、お願いします、はい、はい、そしてサンミュー定期公演、うん、ライブでサン&ユーが各週火曜日の、はい、秋葉カルチャーズ劇場で行っていますはい、そうですね、そして、はい、じゃん、サンミューの2周年を記念したワンマンライブ、うん、サンミューライブ2015サン&ユーセカンドアニバーサリー純白宣言が青山の草月ホールにて行われます、はい、1月17日、皆さんぜひ予定開けて見に来てください、お待ちしてま す、はい、そしてもうね、はい、このわちゃつなんですけど、はい、ここ上ね、ここ皆さん分かる、こここれか、ここ上、ここ上、あ、これね、これ上に来週の放送用のリンクが出ていると思うんです、これ出ていると思う、みんな矢印ありがとうこれ出てると思うんですけど、どうしても来週が見れないっていう方は、生なんでね、それ生放送見てほしいんですけど、どうしても見れないけど見たいっていう人はタイムシフト予約をしてください、お願いします、よろしくお願いします、お願いします、はい、って感じですね、はい、楽しかった、楽しかったです、ま、よかった、でもなんかやっぱなんかちゃんと読めなきゃいけないのかなって思いました、ちゃんと読めてましたよね、読めてました、ちょっとね、最後ねちょっとぐちゃってなっちゃったから、ちょっとこれ反省会じゃんでもめっちゃ楽しかった、また出たいです、あ、よかった、もうまた次にでも呼んでください、よかった、はい、私一つ言ってもいいですか、うん、そろそろこれ外してもいい、あ、外します、これさ、ちょっと長期間張りすぎじゃない、え、ちょっと待って、え、待って、何待ってよ、ちょっと待って、違う、これに被害者の私が出てる、嘘、見せてこれ被害者やね、見せていいから見せて、巻き添え食らってる味見てこれ、なんで巻き添え食らってるから私これこれなんかツーショットみたいないらんし待って、面白すぎる、なんだこの恒例行事そろそろ外すって言ったやん、マミももう外していいんだと思ってパッて調べたらいるんだ違うよ、もうだってこれ死んだ魚なんだよ、何だってもうさ、目に表情ないもんな、てか髪の顔大丈夫これめっちゃ死んでない、て髪の毛長そう、髪の毛めっちゃ長かったんだよね、あいや、これもじゃあ増えるということですね、はい、はい、楽しかったはい、ちょっとこれね、だいぶ変わったな、変わったかな、変わってないの、サイズ感だけやね、多分
じゃあね、はい、なんか恒例行事のあったこれまた来週見たら貼ってるかもしれませんので、はい、また来週19